マスキュラーを何とか退け、光太くんを相沢先生に預けた僕は、ヴィランが探しているかっちゃんの元へ急いでいた。かっちゃん、無事でいてくれ。途中で庄司くんと合流し、満身創痍の体で走っていた僕らは、黒い何かに襲われた。僕らを襲った黒いものの正体は、力の制御を失った徳闇くんだった。徳闇くん！イロリア、ここを通りたいなら、まずこれをどうにかせねばならん。俺から離れろ！死ぬぞ！レディークラッシュ！そこで行け！直接！たたっ！反転！はいはい！行け！直接！反転！届け！反転！たっ！行け！直接！反転！届け！反転！やってやる！受ける！まだだ！一歩！出はる！届け！反転！闇が深まる！守りが！戦うしかないのなら吹き飛べ！でも勝手に。ウィーやるしかないんだ。アメージング。ニューストーリーズ。シャドウの暴走、カッちゃんを助けに行きたいけど、徳闇くんも放っておけない。だから作戦があるんだ。レッツストーリー。徳闇くんを抑えきれない僕らは、暴走する徳闇くんを誘導しつつ、カッちゃんとトドロキくんを探していた。カッちゃんと徳闇くん、僕はどっちも助けたい。そのための作戦だ。いた！カッちゃん！トドロキくん！ミドリア！庄司！どこ闇？暴走してるのか？爆弾！光を！ええ！うるせえ！俺に指図すんな！レディー！クラッシュ！襲撃で！暴れた人数だ！終焉は近い。暴れた臨時だ。やんのか。暴れた臨時だ。戻ろ。見誤ったか。覚悟。誘ってんのか。死んどけ。アメージング！ニューストーリーズ！てめえと俺の相性が残念だぜ。
の。すまん、助かった。常闇、大丈夫か。かっちゃん、トドロキ君と合流できた僕らは光を作れる二人の個性でダークシャドウを鎮静化させることに成功した。僕は正気に戻った常闇君にもヴィランの狙いがかっちゃんであることを伝えた。そしてヴィランの狙いと思われるかっちゃんをみんなで守りつつ、僕らは相澤先生がいる施設へ向けて移動を開始した。私とつゆちゃんの前に突如現れ